早よって。え？時間も見せればいいのこれ。時間も。ああまあ6時21分だね。6時21分。来たのは。これか。送った。あ、来た来た。はい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 。合ってる？これ。これは、はるちゃんが言ったの？開示請求するよって。え、何が？これ誰が言ってんの？これ、あの人。あ、あの人。その人。開示請求するよって。うん。自分が犯人なのに？いやだから犯人かわかんないよその人が。ああでもそもそも、まあ、一番早いのはその貼ったやつの開示請求した方がいいよ。貼ったやつな。そうだよ貼ったやつがいるでしょ元凶で。ああああでそれを開示請求した方がいいって。ああ普通に多分いろんなところで送られてきてると思うよ。ああ、うん、で俺は炎上ニュースやってたから。ああまあね多分来たんだと思うけど。おうそうでもなんかせいさん聞いたらなんか俺のせいだって。いや最初バレちゃうかなってごめんね。いやだからせいさんごめん俺も放送中にぶち殺すって言っちゃったせいさんに。あごめん俺ごめんなんか殺すとかそういうなんかそう殺すつもりはないんだけど、うん、そのなんか脅迫めいたこと言ってごめんね。うんうんうん。でみっちゃんどうなってんの？やっぱ俺残ってるのかな？え広めてんのかなと思った、パルちゃんが。広めてないよ。画像も貼ってないし、出所も教えてないんだから。おうどこどこに来たって。いや、この貼ったやつが悪いんだね。そうだよ、貼ったやつが悪いよ、それは。おう俺じゃないって。で、みつちゃんはどうなの？俺に対してどう思ってんのかな。そこ気になるよね。勘違いしちゃって、最初多分怒ってたかも、みつが、パルちゃんに。あ、そうなの？多分でも、言っとく。うん。いや、でもね、せいじさん。せいじさんも悪いとこあるよ。何？やっぱ住所特定犯っていうタイトルやったじゃん。あれも拡散してるよね。あーごめんなさい。うん。いや。え？今なんか自業自得だけどこれ。これどういうなの？これはだから貼ったやつが悪いよってこと。ああそういうことね。うん。なるほどね。あじゃあお互いにすれ違いこれ。うん。いやだからどう動くのかなって誠二とみつちゃんでね。このワンライブをね。相手に、うん、裁判するのかって話だよね。裁判だね、やっぱり。うん。ワンライブ相手に。うん。うん、もう、特定する、逆に。そいつあ、逆にね。でも、もしこれ俺だったらごめんね。写真つけて、そいつの住所まで行って同じことして。雑談たぬきで、これもし俺だったらごめんね。うん、こう貼ってたとして。ああ、それは許してほしい。うん。それはないと思うけど。うん。俺、配信つけて、そいつんちまで行ってやるよ。あ、逆に特定してもうネタにしてやるよ。開示請求した後に顔も全部、さらけ出してやるから。あと、ミツちゃんにね、まあ、別にね、説教したくないんだけど、こういうのは、無視がいいんだよ、一番。反応するとね、より一層真実味が出るからね。うん。で、反応しちゃったでしょ、ミツちゃん。怒ってるね、めちゃくちゃ。なんか見てたよ、怒ってて。で、ゼロワンどう思う？ん？だから今の話聞いてたら、うん、多分パルはね、政治も心配だからそのツイッターの人を送ったじゃん。でも、うん、大事なのって雑談たぬきに貼った人だから、うん、そのツイッターの人が犯人みたいなことはちょっと政治やめてほしいかな。あれ？うん。その人犯人で決めつけたことをやると、ちょっとおかしくなっちゃうから。うん、そいつさ悪意ない。配信中のパルに DM 送ってきてさ。うん、普段パルちゃんなんか DM なんか見なくない？配信中なんで見たの？いや見たっていうかもう来たから。いやアイテム付きでなんか DM 見てみたいなあったの？アクションが。いやそんなのなかった。普通に DM で俺ネタ探ししてるんだけど、うん、いつもね、うん、でゼロワンが今放送中だから一緒にコラボしてるわけよ、うん、だからところどころチラチラ DM 見ながらメモ帳に書き記してるのね。ああね。そうだから一応メモ帳にみつちゃん住所特定みたいな、うんやつは書いてるけど、うん、
だからまあ言わない方がいいよね、これはじゃあ。ああね。うん、まあ、お口ミッフィーにしとくよ。ごめんね。ああ。うん、お口ミッフィーに。まあ俺もね、ちょっと。今ゼロワンマークね。ゼロワンの指示？ゼロワンの指示なの？いや、ゼロワンの指示じゃないよ。違う。いや、わかんない。ゼロワンで聞いてよ。いや、指示してません。パルちゃん笑ってるけど。あ、ごめん、真剣な話、指示してないんで、そういうコメントを鵜呑みにしないでほしい。俺、うん、は何も言ってない、何も言ってないよ。うんうん、うん、まあいいとこ住んでるねぐらいだね。ああ、うん、それぐらいで、俺もう、うん、あ、ゼロ君かばってた、せいちゃんやめて、あ、ありやすかばってくれたって、ゼロはかばってたんだ。まあかばってたっていうか、うん、あの、うん、初めみつちゃんにあのパルパルが怒りそうだったから、ちらっと配信見たら、うん、なんかパルちゃん悪くないのにみたいなこと言ってたから、そこはかばったよ。だからかばってたんだよ。うん、うん、かばってた。うん、で俺のこともかばってたよね。とりあえず、ね、うん、をさ開示請求するんだけども、うん、ちょっとやってみるわ、これからのことも。ほらゼロワンもさ配信者じゃん、うん、こんなことがいつやれるかわかんないじゃん。俺もね、あのやってるんだよ、言ってないけどね。あ、やってる。うん、もう一人やってる。結構時間かかるよ、思ったより。時間かかる。うん、斉藤さんのやつかな。もう3ヶ月かかってる。今やってる最中。うん、うん、これはね、犯人わからない。あの、それあんま言えないんだけど、うんうん、そう、リスナーさんが何されたの、やってる、やってもらってるって感じかな、自分でっていうより。あ、リスナーさんに任せてもらって。そうそうそう、うん、あ、はいはい、それいくらぐらいかかるって。確かに、いや、多分20万とかじゃない、20万、30万とか、うん、案外結構開示請求はできると思う、うん、普通にできるのこれ。うん、あ、時間かかるけど、うん、じゃやるか。うん、弁護士に頼むのこれ。まあそうだね。あね、うん、頼むわ、ちょっと。でも削除するかもしれない。早めにやった方がいい、明日とか。削除しても分かるんでしょ。あ、そうなんだ。大丈夫でしょ、削除されても。うん、早めの方がいいんで、明日とか行った方がいいよ、多分。え、早めの方が。早めにね。うん、いや、つけちゃおう、ちょっとムカついたから。うん、やった方がいい、見せしめでね、ちょっと。うん、絶対やった方がいい。うん、確かに。やるわ、ありがとね。うん、ごめんね、疑っちゃって。あ、いいんだよ、全然。俺もごめんね、せいさん。うん、うん、ありがとう。うん、やるわ、徹底的に。うん、うん、せいさん、じゃあこのさ、せいさんの悪口書いてる人も、うん、やったら全部やっちゃうわ。いや、いいな。うん、1000万ぐらい使いな。100万ぐらい使うわ。100万。5人、5人、20万ぐらい。5人ぐらいだね。あ、うん、とりあえず住所書いたやつとき徹底的にやるわ、そいつ。あ、ね、うん、じゃあせいさん、俺はタヌキで書いてたらごめんね、なんかもしそれ改正したら。うん、いいよ。いや、書いてないんだけど、うん、うん、もし書いてたらごめん。あとはあの、うん、だって本当に特定されてるか分かんないしね。確かに、ぶっちゃけね。そこね、勝手に貼ってるだけ可能性もあるから。うん、うんうんうん、分かんない。確かに、うん、全然ね、これ全然分かんないと思うよ。でもか、でも開示請求した後にまた裁判があるから、もうお金めっちゃかかるよな。裁判もう金はいくらでもかける、俺は。開示請求に10万で、そっから内容証明とかで上がっていくでしょ。うん、うん、裁判出てきやるわ。うん、上がった。みつちゃんは納得してくれたかな。あとみつちゃんに電話してほしい。うん、分かった。うん、納得してくれたか。うん、分かった。ありがとね、ごめんね、放送の邪魔しちゃった。あ、あと俺ね、副社長になったから、誠治。ワンライブのそこの会社の、そう、名刺もあるし、すごい出世した、いきなり。社長と副社長、まあ宣伝部長がいいんだけどね。え、俺も入りたかった。入りたいって、欲しいっつってたじゃん、ゼロワン。いや、誠治さんは、入れたろ。誠治さん自分でやってますもんね、誠治さん。いや、わかんない、まだやるか。うん、え、せいさん、ね、税金関係も今自分でやってるし。言ってたんで、これ配信外で、政治欲しいなって。いや、そりゃがっつり言ってた。こんな政治さんが来てくれるなら。うん、これ冗談じゃなくてね。うん、配信外で言ってるからね。面接するか。うん、でも恐れ多いね、やっぱ。何言ってんの、二強じゃん、ふわっちの。恐れ多いですよ、政治さん。え、はい。
とりあえずあの土台作って頑張っときます、はい、また機会があったら入れるように僕もじゃあ出場練習して、いやいやそれはね、いやもういつでも入っても植えるからでしょ、はい、うん、とりあえずもうね、ちゃんと基盤揃えていつでも歓迎できるように、もし困ったらね、やってきます。俺副社長がいい、入るだったら。ライバルじゃん。いや副社長やだ、パルちゃんの下とかやだ俺。いや使いたいよね、おいカバーっつって。パルちゃんの上がいい。みんな対等で、こんなのね。いややだ。ほら、誠治俺も譲れないよ、それは。誠治さんが入ったらね、バチバチ上、下が育つで。確かに、うん、そんなの指導係はダメなの。指導で俺マリオより下は嫌だよ。マリオ君に下になるよ、やっぱり入り順で。それはない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 。そうなの。ない、うん、それはないっす。パルチャより上がいいな、俺ダメなんだ。じゃあいいよ、副社長でもいいよ。いやいやいや、パルチャン常務でいいじゃん。常務の方が低いんか。そのあとはね、元 F4 の元リーダーだし、政治がトップでもいいよ。確かにね、うん、社長になるか。もうね、年齢的に売るか、うん、ゼロ円の会社なの俺が社長に。いや、そんなんいいっすよ、ね、ゼロ円の会社売るか、政治に、うん、500万、1000万ぐらいで買ってくんな、うん、だって、条件も変わんないしね、俺とパルぶっちゃけ。いや、そんなことない、社長ですよ、本当に、うん、社長さん同じね、条件にしてるから。勘弁しなさいよ。正直上も下もない、肩書きだけで上も下もないんすよ。上も下もありますよ、うん、社長ですよ。ただそういうめんどくさいことを会社でやろうよっていうだけで。そう、ああね、うん、別になんか、うん、上も下もないんすよ。うん、いいかもね。全部もちゃんとやってくれるんでしょ。それまあやります、それは。あ、いいじゃん、めっちゃ楽やん。はい、だからもう配信に集中するだけ。あ、めっちゃいいね。で、社会保険もあります、一応社会保険も。俺入るからね、マジで来るから。めっちゃ楽や。はい、全部やってくれる、うん、一番配信者がやんないことじゃん、はい、ね、税金とかね、うん、税金も来年はね、あんまやんないほうがいいか。うん、うん、もう来年は何、確定申告のね、あの、うん、費用も全部持ってくれる。まあそれ会社費用、会社が持ちます。潰し合いとかないんでしょ。まあもう入ったらさすがにね、うん、うん、うん、ナイス。めっちゃいいや。はい、これでも脱税とか言われないでしょ。まあさすがにクリーン、社長がいるからね、クリーンです。うんうん、はい、いや社会保険は厚いよ。社会保険あります、分厚いよ。厚い、うん、うん、年金もね、払ってくれる年金と、まあ保険と相当分厚いよ。めちゃくちゃいいや、はい、なぜもっと早くやらなかった。逆に、逆にね、俺たちね、何やってたんだろうね、今まで。何に金使ってたんだろうね、本当だよ。遅い、遅いよ、遅い、うん、今更感じて。ほんとそれね、もうちょっと早くやってほしかったよね。うん、うん、確かに。せいじゃ会社作らない。うん、火薬さんも入んの。火薬が5月に体験入社。あ、体験入社確定じゃないんだ。うん、うん、確定じゃない。春だったらパルちゃんより上がいいな。でもなんで上がいい。まあ年下だからね。同じレベルだからね、俺たち3人は。いや、そんなことない、うん、俺どっちも上も多分ないから、うん、うん、良きライバルである。パルちゃんの下でもいいわ。いや、俺が下でいいよ。うん、いや、俺下でいいよ。いや、俺が下がいいよ。宣伝部長でいいよ、俺は、うん、そんな重役無理だよ。肩書きだけだから、内容は一緒だからね。うん、うん、多分いや、俺ごっこが下だけだから、ごっこが。ああ、会社ごっこ、会社ごっこ、ごっこって言われてるよ。うん、会社ごっこ、今ほんとごっこの状態だから。そんなこと言わないでよ。なんで、ついてきてるもんは何なんですか、ゼロワン社長。ごっこって言われなくなるように。ごっこって言われてて否定してくださいよ。これ俺の責任だよね、うん、うん、こいつら会社ごっこしてるって。変なことしないでよ。思われるのやっぱ俺の責任だから。ごっこで片付けられたくないよ。だから会社にいい、何も言われないようにしてやるよ。言ってよ、もうこれからごっこじゃないって。ごっこ扱いされてるよ、うん、俺下の文句ついていかないよ、そんなやれたら。それはすいません、うん、ちゃんと養分もいいよ、養分も。ん、養分もいいんじゃない。ちょっとそれはさすがに養分は養分で自分でやってるもんあるけどね、うんうん、あ、養分ダメ、うん、あの、潰れるわって言われてる人なんで、さすがにちょっと。あ、マジか、すいません、ダメか。はい、で、俺もワンチャン入りたいので。もいやそれは全然嬉しいっす。うん、はい、もちろん本当相談するわ。はい、あの、せいさんね、これね、あの、明日炎上ニュースでやるんだけど、うん、みつちゃんに住所特定されたってことは言っていいの？まあ、その内容は言わないけど、
言わない方がいい、うん、言わない方がいい、うん、あった、じゃあもうそこは触れないでおくね。うん、俺だって会社に入るかもしれないんだから、うん、あ、確かにこれ やったら俺入らないアンチになるかもしれない。嘘でしょ。うん、うん、分かったよ、じゃあもうまあ、うん、言わないけど、うん、分かりました。スパイとして入ってさ、うん、内部事情全部知ってさ、俺暴露って怖いね。だそれのが怖いから、ね、なかなか入れられないんだよね。でも喧嘩だからあんまり俺にさ、そういうのやらないでよ。ああ、そうね。うん。うん。いや、別に、その、うん、放送内で起きたことだからさ、出来事として。うんうんうん。だから言っていいのかなっていう話だから。いや、それはちょっとやめてくれ。ああ、分かりやった、うん。仲間になるかもしれないんだけど。確かに、うん。もう仲間だけどね、今も。ライバルだけどね。戦友だから、俺たち。うん。潰し合いじゃん、今のままだと、やっぱり。うん。切り合いだね。うん、なんかリスナー同士がね、ちょっとね、そう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 、うん、俺たち仲いいんだけどね、割と、うん、うん、ね、ふわっと配信者のニュースに、みつはあの、ほら、リスナーさんだから、ああね、確かに、うん、じゃあ配信者だったら出してもいいけど、みつはほら、配信者じゃないから、あ、そうなんだ、リスナーさんだからさ、うん、うん、TikTok やってなかった？え？ TikTok、 TikTok はほら、あんなの配信でもないし、収益なんだけど、収益なんか全然ほらないやん。あ、確かに確かに、うん、無収入ほぼあんなので、まあ、あんま触れんとくね、そこは、うん、うん、いい、ちょっと、あ、もちろん、ってもらってさ、まあ、うん、内部の部分だからね、うん、ごめんね、うん、だから俺、やっつけるわ、その雑談たらけに書いたやつ、うん、やりな、うん、やるわ、何ヶ月かかっても、うん、周年で、うん、よかったよ。じゃあありがとね。うん。うん。無限の彼方へ。さあ行くぞ。上がらって。こらえて。やらんの。勝って。マジか。あ、待って。うん。ニコ生のポンちゃんが電話来てる。ニコ生のポンちゃん？ちっちゃい子。ちっちゃい子。うん、電話していい？うん。なんだろう、前電話かけてくれてたんで、うん、また電話いい？リスナーさん、さっきフワやってるんだ、有名な人じゃない？すいません、あ、ポンちゃん、あの、久しぶりです。久しぶりです。あの、どうしたんです？なんかもう4件5件ぐらい電話、鬼電来てたから、いや、ちょっとフワッチで助けてもらおうかなと思って。え、どうしたの？どうしたんだ、助けっていうのは。あの、うちね、あの、社長もいて、ゼロワンいるんだよ。知ってる？はい。ゼロワン、フワッチの。すごい。あ、はじめまして、ポンさん。あ、ゼロワンです。じゃあ、わかりやすく説明しましょう。フワッチっていうのは、イベントは自分でやってください。いろんな人に電話をかけて、アイテムをもらおうっていうのはやってません。はい、いいですか？僕は。手厳しいね。はい。なんで、そういう電話はやめてもらっていいですか？わかりました。はい、やっぱニコ生主としてのね、やっぱそういう魂じゃないけど、そういう気持ちで頑張ってください。はい、はい、失礼します。はい。結構厳しい、厳しいね。厳しいか、普通じゃない。いやいや、厳しい、まあまあ言ってれば至極真っ当なんだけど、優しくしてもいいことないよね、相手のために。確かに、うん、それで結果出したってパルのおかげって言われるだけだから、うん、怒ってるわけじゃない。自分でやらないとね。うん。うん、ニコ生もほんと超有名で、レペゼン地球とか、うん、なんか、ヌマップでね、うん、大活躍してた、うん。だから、ね、ちゃんと配信者として接してる。配信者として接してるから言えること。逆に認めてるってこと、ね。かわいそうだと何とも思ってたら、うん、本当だったら無料投げてあげてって言うけど、うん、俺は有名な人だから、逆にね。うん。これ誰にでも言うことだからね。と、うん、そういうサイトだからね、ふわっちって。うん、あ、なんかすごいハト来てよ、めっちゃ、うん、だってさ、うん、ねえ、なんかでパルが応援してね、いい結果残したらずっとそれに頼るでしょ、うん、厳しいって普通のことだから。
このポンちゃんさんに同情してる人はじゃあね、ゆめきくんが電話してきて無料アイテム お願いしますって来たらどう思う？腹立つでしょ。みんなそうだよ。うん、誰に限らず一緒だよ。うん、だからニコ生ってさ、ヌマップみたいなグループあるじゃん。うん、俺らも作ろうよ。え、あの、いやニコ生の横山緑としてやってさ、プロデューサーでやってほしい。おい緑、正直バカにしてんだろお前。ふわっちよ、違うよ、ヌマップ作ってポンちゃんのことバカにしてるんだろ。緑さん電話するか、じゃあ今からなあ、かけるぞ。うん、バカにしてんだろお前。緑さんにかけるわ。それ難しくない？だってちょっと障害がある子を配信に移すって難しくない？バカにしてるようにも映るよ、やり方一つで。電話するわ。そう思わない？出てくれるから緑さん、うん、俺はちょっとできない、それ。そんななんか難しい、うん、すごい展開力じゃん。あ、緑さんお疲れ様っす。お久しぶり。あ、今外ですか？そうだね、外だ。今放送中なんで大丈夫です？はい、あの電話しちゃって、あの僕会社に入りまして、この度。え、マジで？そうなんですよ。で、あのゼロワンさんってわかります？ああ、あのつけこましね。うん、え、もう一回言ってもらっていいですか？ダダイヤローでしょ。お前もな。あのでちょっとそれで喋ってて、ちょっと横山緑さんにちょっと不満が溜まってて、ちょっとまあちょっと不満が溜まってて、ちょっと文句めっちゃ言ってたんで。直接言えばいいじゃん。なんで裏でそんなにかかってたのにコソコソ言ってんの？直接言えばいいじゃん。水野さん、お久しぶりです。ゼロワンです。あ、お久しぶりです。あのね、はい、鍵口を言ってるっていうか、あのポンちゃんがね、今ふわちやってるんすよ。で、今パルパルといて、俺らもヌマップみたいなことやろうよっていう話を振ってきたから、うん、そんな正直ね、ポンちゃんのことも緑はバカにしてるんだ、バカにしてるんだよっていう話。ネタ…全然してませんけど。してないです。はい、なんでバカにしたように見えたかわからん。バカにしたように見える人もいるしね、そういう映り方する可能性があるじゃん。難しいよねって話。じゃあ別にディスじゃないじゃん、俺の。うん、全然俺のこと批判じゃないよ。さっきの意見言ってください。批判じゃないけど、まあそういう言い方ですよ。だから難しい、俺はできないっていう話。やんなきゃいいじゃない。やらないですよ。で、スケコマシって何？スケコマシ、ダタイね、ダタイ、スケコマシ。ちょっと電車乗っちゃったから一回切る。逃げる？あ、やばい、逃げる、はい、で、ダタイって言ってるけど、あ、引っかいてきた。これ、緑もダタイさせてない？似てるよね、二人ね。うん、 AV か、AV じゃないか。R を追い込んでるでしょこいつ。はるくん、いらっしゃい。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。はい、後ろ座る？大丈夫ですよ。大丈夫。似てねえよ。一緒にすんなよ。俺よりひどい。4キルしてるの。俺2キルだからね。もう言いたくない、こんな話。本当やめな、それは。もう、バカなの。本当にもうダメだわ。キル呼ばわりよ、マジやばい。いやいや、でもそうでしょ。やめとこがいいよ、マジで。ぶん殴ってやろうか、俺が。ぶん殴って。ビンタしていい？誰がやってる、これ。いや、自分で言ったやん、これ。黒幕誰、これ。いやいや。この展開作って。切る呼ばわりは自分の。仕向けてるの。バカ。言った？うん。これがやらないとね。これ許してやりください。バカ。一番悪いけどね。うん。喧嘩を焚きつけてね。いやいや。自分がおかしいよ。そんなディスってないのに焚きつけてさ、喧嘩させようとしてね。いやいや。でも、緑さんと。これ似てるっていう方向にさ、持ってってね。でも絡みあったんだよね、ゾロワンと緑さん。え、まあ少しは。え、どういう絡みだったの？電話したことあるぐらい。ああ、バエさんとかそっち系。うん、あ、そうなんだ。だから離婚した時に、うん、くるちゃんと離婚した。で、状況が似てたから、うん、で、みどりさんに、まあ、相談したと。そうだね。で、その時にで、みどりさんも、うん、いやもう離婚した方がいいっつうか、まあ捨てた方がいいと、配信選ぶなら。ああっていうアドバイスもらって、余計俺はね、まあ、配信やろうっていう気に、まあ、金梅さんとかみどりさんとかね、いろんな人に相談したんだよ。確かこれは2年ぐらい前だけどね、うん、でもそれはもちろん尊敬してるし。いや、すごいよこんなね、普通に自分はね
電話して喋れる仲、あの、ね、俺も久しぶりかけたよ。間柄か知らないけど、俺はそんな恐れ多いぐらいの人です。でも結構言ってたじゃん。うん、ね、勢いで。それは言うは言うでしょ。だからそこら辺尊敬するよね。なんか八方美人じゃなくて、こうやって自分を芯に通してね、言うあたり、俺かっこいいと思う。なんでペコペコするの？関係ない、ニコ生ふわっちなんだから。いや、芯通っててかっこいいなって。いやいやいや、うん、やるやんって。やるやんじゃなくて、ね、だってクズでしょ、緑も。違うの、同じ人種でしょ。でもね、うん、怖いのが、ただ知名度があるだけでしょ。ニコ生のリスナーさんは、ほんと怖い、うん、そこだけだよね。悪口かけに来てほしいよね。いや、悪口というか、リアルが怖いよね、なんか、うん、あそこら辺は、あそこら辺はちょっと怖いよね、なんか、うちの大将がバカにされて、うん、ありえないでしょって。ポンちゃんからの通話出ろよ、バカって。まだ通話してきてる。来てる？いや、ポンちゃんが来てないよ。来てない。うん、さっき電話しましたよ。堕胎助こましとか、まあ、言われても仕方ない。緑さんには言われたくないかな、うん、パル2だったら分かるで、まあ、かる、うん、そういうことしてる人に言われてもしっくりこないよね、うん、お前が言うなって言いたくなっちゃうなり合うな。でもパルはうちの仲いいからね。いろんなフラッチのニコ生のタイ、うん、あ、じゃあフワッチの緑さんだから。違う、そんなね、あれじゃないですよ。ツイキャスの石川紀之さん。何を言ってるの。あ、フワッチのこれこれさんです。皆さん、フワッチのこれこれじゃないけど、これこれさんですよ。フワッチの石川紀之さんですよ。フワッチの石川紀之さん、緑さんで今代表だよ。やめよ、もうそのね、大きい人出してさ。いいじゃん別に、うん、でも顔も似てるって言われるね、太ってたら。髪の毛生えてる、ね、顔っていうか石川さんじゃないでしょ。俺ふわっちの TJ さんでしょ、うん、どっちかっつったら。あ、うん、違う、もうやろうとしてることもやっぱ似てるし、あ、俺 TJ さんみたいになりたい、どっちかっつったら ね、 なるほどね。今一番憧れてるっつうか、まあ強いてね、名前出すなら TJ さんかな俺は。うん、うん、そうなんだ。憧れがあったんだ。憧れっていうか、それ知らなかったわ。まあ唯一どうなっていきたいかっていうと、名前出すならね、うん、でしっかりしてるじゃん。いや、木彫りのオーナーさん、うん、そうなっていきたいよね。そういう年の取り方していきたいよね。 TJ エンタープライズに似てるもんね、うん、これワンライブだから、うん、そういう年の取り方したいよね。何歳なの TJ さん。40ぐらい。いや、もう30じゃない、まだ30。同い年じゃなかったよ、おっさんと。40か、ちょっと年齢わかんないけど、40歳、貫禄もあるしね、かっこいいよね、男として。渋いじゃん。うん、渋いし、やっぱ思ったこと言うスタイルだしね、雑談も何でも言うしね。確かに、うん、かっこいいよね普通に。 うん、で可愛さもあるし。うん、マリオくん、はい、ちょっと交代しよっか。いやいやいや、ね、うん、来て。うん、石川さんとかその恐れ多いよ。いや、僕あんなずっと知らない。俺は似てるからちょっとゆっくりするわゆっくりするわ一仕事終えで、布団こっち。あ、そっちね。そっち俺の布団だから。で、飯行く？作る？どっちがいい？もうめんどくさいよね、作るの。じゃあ飯行くか、うん、焼肉行くか。経費で行こう。うん、経費で飯行くか。うん、だから俺らはそのほら、匂わせたいとかね、タイ作ってるじゃん、ゼロは。うん、俺らは何なの？ワンライブ、ワンライブだよ。ワンライブ創設者？いや、創設者。初期メンバー。初期メンバーだよ。うん、ただいます。うん、で、マリオが入ってると。で、マリオ仕事してる？溜まってる？少しありますね。うん、少し。いつやるの？遊びほうけて。厳しいね、マリオ。あ、明日の朝まで。明日追いつくの？はい、追いつきます、追いつきます、うん、じゃあ、いっか。はい、うん、飯行く？焼肉行く？どっちでもいいよ。焼肉あるの、ここらへん。焼肉あるよ。放送できるの？放送できるよ。うん、あ、